はい、というわけで今日はコンベックス岡山にやってきました。この位置はね、あ、向こうか、林間町になるんですけど、イメージ的にはね、コンベックス岡山って。でもなんかその事務所、管理事務所が岡山市にあるんで、一応コンベックス岡山なんか岡山市みたいな感じになってます。こちらがコンベックス岡山のこのマップですね。まあ、基本的にはなんかそのイベント行事で使われているんですよね。まあ、今回はまあ車のね展示、まあ、販売会みたいな感じですけど、1階と2階があります。1階はもう展示場 で2階がまあお食事所あったり、まあ、会議室ですね。価格だけ見ていきましょう。店長おすすめの日替わり定食800円。食堂的な感じですね、普通の。いいか。
ここで。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。